改めて紹介しよう。こちらがお父さんの親友の早乙女玄馬。これが息子の蘭馬です。どういうことよ、女の子じゃない。こうなったのはな、中国での恐ろしい荒行が原因らしいのだ。さよう。今を去ること2週間前、わしら親子は中国で修行の旅をしていた。お客さん、もうすぐ着くよ。伝説の修行場、受仙教。続け、ランマ。行くぜ。ランマ、よくぞここまでついてきた。行くぞ、手加減はせるぞ。望むところだ。お客さん、何するね。ここの泉は一つ一つに悲劇的伝説あるのよ。落ちたら大変よ。ぜっ、あちゃちゃちゃ、あちゃちゃちゃ。
やったぜ。あっ、いや、ニャンニチュアに落ちてしまった。1500年前、若い娘が溺れたという悲劇的伝説の泉。ほら見ろ、娘になってしまった。若い娘になってしまう呪い的泉。伝説の修行場、受仙境、その真の恐ろしさは謎とされていたが、よくもあんなふざけたところに連れてってくれたな。まさに悲劇。